Muto Akira. On the counts of the indictment on which you have been convicted, the International Military Tribunal for the Far East sentences you to death by hanging.戦争が終わって3年以上が過ぎた1948年11月12日、極東国際軍事裁判所の裁判長ウィリアム・ウェップは7人の被告に死刑を宣告した。彼らは連合国が言うところの侵略戦争を計画、準備、遂行し平和に対する罪を犯した最も責任の重い戦争犯罪者だという判決を受けたわけである。そんな7人の中に陸軍の中枢にもかかわらず明確にアメリカとの戦争に反対し、開戦を避けるよう努めた人間がいるというのは、実に興味深いことである。武藤明。今回の動画は、なぜ陸軍の中でも、例外的だった武藤が、処刑されたのかを、考えていこうという次第である。まずは、武藤明がどういった人間だったか、その遍歴を紹介したい。武藤は、1892年、熊本県の地主の家に生まれる。幼い頃から読書が好きで、一種の文学青年だったという。そんな彼を、軍人の道に進ませたのは、母親だった。武藤の母は、男子は軍人になるべきものと思っていたらしい。そして、陸軍士官学校、陸軍大学校と、将校ルートを着実に進んだ武藤は、1923年10月より、欧米諸国を歴訪する。それは、第一次世界大戦後の世界を視察する目的だったわけだが、武藤が最も衝撃を受けたのは、アメリカだった。米国には、何も古いものはない。すべてが新しい。武藤明は、手記の中でそう書いている。武藤は後に、統制派と呼ばれる、陸軍のグループに分類されるわけだが、統制派の人間が抱いていたのは、欧米に対するある種の劣等感だった。第一次世界大戦での総力戦体制、軍事力の近代化などを目の当たりにした、高級将校たちは、日本の遅れを痛感する。当時の陸軍は、未だに、徴収罰が牛耳り、時代遅れの武人的な性格が強かったことに、彼らは焦りを抱いたわけである。武藤は、226事件を機に、そういった古い人間を排除する、縮軍を推し進めるわけだが、それには、こういった背景があるわけである。その後、武藤は、糖尿病になったりしたわけだが、着実に昇進する。参謀本部付きになった、1930年代に入ると、陸軍内の空気は、犬飼剛が殺された、515事件に象徴される、きな臭いものになっていた。1934年から1年ほど、武藤は、歩兵連隊の教育主任になるのだが、そこにも、青年将校らによる国家革新の空気があり、武藤はその統制に努めたという。そして、武藤が陸軍省の軍務局員になって、数ヶ月後、直属の上司である軍務局長の永田鉄山が切り殺されるという事件が発生する。永田は統制派のリーダーであり、行動派にとって邪魔な存在だった。実は、武藤は永田の後継者的存在とも言われており、武藤を軍務局に推薦したのも永田であった。武藤がいた軍事課と殺害現場の局長室は隣接しており、真っ先に部屋に飛び込んだのは武藤だと言われている。彼は即死同然の永田を抱きかかえ、その軍服は赤く染まったという。226事件が発生した後、武藤は率先して縮軍を始める。永田の後継者であるから当然かもしれないが、これがなかなか評判が悪い。広田内閣の発足間際に武藤は組閣に介入し、外務大臣に内定していた吉田茂を外すなど、軍部の意思を反映させた。こういった介入は、軍部の台頭を意味するという批判がある一方で、武藤に言わせれば、強硬な陸軍を抑えるための、譲歩ということだったらしい。それから間もなく、武藤は、関東軍へと、移動することになる。戦後において、大陸での武藤の姿勢も、縮軍に並んで、悪名高いわけだが、それを、ざっくりと紹介しておこう。1936年11月より、中国北部の水炎省にて、内蒙古軍と中国国民政府の軍隊が衝突する。内蒙古軍のバックには、関東軍がついており、それを指導していたのは、田中龍吉という将校だった。しかし、
配色が濃厚になると、田中は神経衰弱を起こし、代わって武藤がその収拾に当たったという。この水煙事件は中央の中止指示にもかかわらず実行されたわけだが、武藤が作戦課長の石原幹事に言った言葉はなかなかいかつい。それは石原が満州事変の時にやったことを模倣したまでということだが、大陸における陸軍の工作は満州事変時の追認主義の延長であり、この言葉は象徴的である。その後武藤は内地の参謀本部に戻るわけだが、1937年7月7日にあの盧溝橋事件が起きる。武藤は千載一遇の好機だから、この際やった方が良いと強硬な立場を取るわけだが、参謀本部内は不拡大派と拡大派で割れた。石原幹事は無論ソ連にしか目がないため不拡大派、そして拡大派としては武藤のほか田中新一や陸軍大臣の杉山元などが挙げられる。盧溝橋事件は現地にて停戦協定を結んだが、小規模な紛争は続き、結果三個師団の派遣が決定する。8月に入ると上海では中国軍が主力を集中させ、日本人居留民の保護が急務となった。参謀本部では正面から突破する案が上がるが、武藤は広州湾から攻めることを提案する。その案が採用され、武藤は中品方面軍の参謀副長として上海に赴任する。この方面軍は後に北品方面軍に編入し、その時参謀長を務めていたのがマレーの虎山下智之である。太平洋戦争の末期、武藤は再び山下の下で働き、そのまま終戦を迎えるのだが、言ってみれば二人は腐れ縁である。なお、南京攻略後、日本はドイツを介して中国と和平工作を行うが、近衛首相の国民政府を相手にせずの声明で交渉は途絶えてしまう。東京裁判での部下の証言によると、この近衛声明に対して武藤は譲歩してでも和平に導かなくてはならないと語ったという。軍人としての発想なので、なかなか現代人には理解が難しいが、武藤は一貫して対中問題の解決を望んでいる。盧溝橋事件での態度も満州事変以来からの懸案だった対中問題を一挙に片付けるチャンスと見たとも考えられる。そして対中問題、支那事変を早期に解決するという考えは、その後武藤が軍務局長に昇進しアメリカとの戦争を反対した時にも一貫しているのであった。On September 27, 1940, these three powers signed the so-called Pact of Berlin, or Tripartite Pact, a treaty of far-reaching alliance. By that treaty, it was provided that the three countries would assist one another with all political, economic, and military means when one of the powers was attacked, note particularly the use of the word attack, by a power not then involved in the European War or in the Chinese-Japanese conflict. The last of these provisions was aimed directly at the United States. Tokyo celebrated. In 1939年10月、武藤明は軍務局長に任命される。軍務局とは陸軍省の軍政を管轄する部局で、他の省との交渉も多いわけだが、当時48歳の武藤がその長に就任することは異例の抜擢らしい。軍務局長時代の武藤は、はためから見れば矛盾に満ちているとも言える。まあとりあえず日独伊三国同盟と新体制運動、南部仏印進駐と日米交渉という観点から当時の武藤の態度を考えていきたいと思う。1940年9月27日、日本はドイツ、イタリアと同盟を結んだ。ヒトラー率いるナチスドイツは欧州大戦にて電撃戦を続け、その年の6月にはフランスを降伏させるまでに至った。ダンケルクにてイギリスを追い詰め、また英国本土への空襲は短期の降伏も近いという楽観論をもたらした。外務大臣の松岡洋介はこの勢いを借りて、対中問題で揉めるアメリカを牽制しようという狙いがあったが、そんな中で武藤のドイツに対する評価は冷静だった。日本人の多くはドイツの力を過大評価しており、ドイツがドーバー海峡を渡って英国本土に侵攻することはできないと言ったらしい。それは歴史が証明するところであった。
この三国同盟と連動して、枢軸国へのバスに乗り遅れるなの声は、ナチス流の一国一党を作ろうという、新体制運動を引き起こす。元来、永田鉄山の後継者であり、統制派であった武藤は、新体制運動に深く関わり、その年3月19日の衆議院決算委員会での答弁は、東京裁判の証拠として提出される。いわくこういった時局においては、自由主義は排除しなければならず、政党についても、党利党略に走るなら、合法的な措置によって、解散させなければならない、ということらしい。ただ、どういった理由で、武藤が永久戦犯として裁かれたかという視点に立つと、また違った側面が見えてくる。検察は、この新体制運動に関連して、ナチスや8書に重ねて、武藤を追及する。東京裁判は、先に改定したニュルンベルク裁判に倣っており、ナチスを裁いたように、武藤を裁こうとしたのだろう。つまり、ナチス流の方針を進めた人間なら、罪を求めやすいということなのだろうが、その検察の論法は強引である。武藤は、近衛内閣の組閣にあたって、1940年6月、軍務局オリジナルの国策方針を策定するわけだが、その骨子となるのは、欧州大戦への深い憂と、三国同盟に入らないということであった。それはどうしてか。その国策方針の立案に関わった、中心人物である、八木和夫というフィクサーによると、成り上がりに過ぎないヒトラーと、日本が心中するかもしれない条約など、絶対反対だ、ということらしい。要するに、少なくとも、武藤に関しては、新体制運動とナチスへの接近というのは、全く別問題なのであろう。さて、武藤の軍務局長時代、最大の矛盾は、タイトルにあるように、彼がアメリカとの戦争に反対し、日米交渉に努める一方で、その戦争の引き金になった、南部仏印進駐に、積極的に関わったことである。いや、積極的どころではない。武藤の部下である、石井明穂に言わせれば、武藤明は南部仏印進駐の原動力だったという。これは一体、どういうことであろうか。ここら辺の事情を理解するには、外務大臣の松岡洋介の動きに注目したい。戦争総書によると、41年4月あたりから、松岡は、シンガポールの攻略を主張し始めたという。その意図は不明であるが、元来陸軍には、タイや南部仏印と軍事同盟を結んで、援ルートによって、中国国民政府を助けるイギリスを、牽制するという思惑があった。しかし、その同盟案は、松岡によって、打ち消しとなっていたわけだが、今回のシンガポール攻略の主張に付随して、これらの国と同盟を結ぼうという案が、再浮上するという経緯がある。そこで、陸軍は、自存自衛の他はシンガポールを攻略せずに、タイや南部仏印と、軍事同盟を結ぶという方針の決定を急ぐが、松岡はそれを拒否。機密戦争日誌によれば、武藤は、松岡の説得を試みたわけだが、松岡は、シンガポールに武力を行使しない限り、軍事同盟の交渉はやらないと言ったという。その説得に失敗した会議から帰ってくると、武藤は激高した様子で、もはや心中だ。そういう政策をかけと、石井明穂に言ったという。つまり、武藤が南部仏印進駐の原動力になったのは、松岡を説得させるためだと考えられるわけである。こういった武力を用いた積極策の一方で、武藤は日米間の軋轢を解決するための日米交渉に尽力する。そもそも、日米交渉というのは民間から始まり、それが政府による正規の外交交渉に移ったという経緯がある。始まりは1940年11月、メリノール教会というカソリックの二人の神父の来日だった。この二人の神父は、シナ事変や日独伊三国同盟などによって冷え込んだ日米間を打開するミッションを担っていた。二人の神父は、井川忠夫など、日本の政界にパイプを持つ人々と交渉を行い、この時、軍部の代表から保証を得る際に接触したのが、武藤だった。神父のうちの一人である、ジェームズ・ウォルシュ氏の東京裁判での供述によれば、武藤は、陸軍は、和平協定に達する努力をすると言ったという。民間による交渉は、やがてアメリカのハル国務長官と、野村駐米大使の交渉につながり、1941年4月16日、日米諒解案が作られる。これを叩き台に、正式な日米交渉が始まるわけである。諒解案の第3章は、シナ事変に関するものであり、満州国の承認も含まれていた。武藤は、これを見たとき、日本は救われたと思ったという。ただ、陸軍内には、一定の警戒感があり、機密戦争日誌には、アメリカの謀略ではないか、警戒を要すると書かれている。つまり、アメリカには、この諒解案によって、日本とドイツを分離させようという思惑があるのではないかと、陸軍は警戒したわけである。また、松岡外相は、
この了解案に関知しておらず、彼は彼で別の構想を持っていただけに、反発は大きかった。その後、独ソ戦の開始によって、南進論の声が高まり、実際に南部仏印進駐が実施されると、アメリカとの関係悪化は進んだ。しかし武藤は、積極的に日米交渉に関わり、軍部の妥協を引き出そうとした。9月の後半に入ると、参謀本部内には、日米交渉による打開のめどはないという空気が流れるわけだが、戦争総書によれば、武藤はその参謀本部と激しく対立したという。日米交渉の妥結を目指す外務当局は、9月25日、日米両会案の最終版を政府連絡会議で審議した後、野村駐米大使に打電。その後、その補足的な説明伝を武藤らと打ち合わせの上、作成しようとしたのだが、それに参謀本部が反対したのである。参謀本部が拒絶したものの一つは、日独伊三国同盟に関するものであった。外務省案では、アメリカ側の反応次第で、欧州大戦への態度を再考することも、あり得ることになっており、参謀本部に言わせると、これでは、三国同盟の精神が失われてしまうという。機密戦争日誌及び、戦争総書によると、その説明伝を見た、参謀本部の第一部長である、田中新一は激怒し、武藤と大激論になったという。また、11月5日に決定された2回目の帝国国策遂行要領には有名な公案と乙案があるわけだが、乙案は外務大臣の東郷重則が軍部との調整なしに作ったものであり、仏印から撤退するというアメリカ側に譲歩した内容であったため、参謀総長の杉山元らは強く反対。そこで調整に入り、軍部に乙案を飲ませたのが武藤であった。武藤が戦後に書いた手記によると、外交は外務大臣の任務であるから、外務大臣の意見を中心に軍部は協力するべきであるということらしい。このように軍部にあって外交に協力することは、もし日米交渉が成立した場合は中国からの撤兵を意味することをはらんでいた。それは相当な覚悟であり、彼自身も死を覚悟していたという。実際、武藤は右翼などに命を狙われる恐れがあり、憲兵の護衛がついていたらしい。また武藤明はアメリカとの戦争は自殺行為と言った。戦争は一歩誤ると国を危機にさらす。俺はどうしても戦争の判断はできない。俺は戦争は嫌だ、と言った。陸軍の首脳に会って、こういった発言をする人間を私は武藤以外知らない。しかし、武藤のこういった思いとは裏腹に、あるいは武藤が原動力となった南部仏印進駐が引き金となって、アメリカとの戦争は始まった。真珠湾攻撃、マレー上陸作戦と、日本は初期の戦闘で大戦果を挙げ、軍部は楽観論で満ちていた。そんな中、武藤は1942年の元旦、外務大臣、東郷重則の元を訪れる。この状態は危険だ。この戦争の将来は難しいものがある。早く終結に導かなければならない、と武藤は言ったという。この働きかけは、おそらく戦勝に酔う、東条英機の気に触るものであったのだろう。1942年4月、武藤はスマトラ島に飛ばされる。その後、1944年には山下智之が司令官を務めるフィリピンの第14方面軍の参謀長に着任。そこで終戦を迎えた。ここまで武藤の経歴について長々と説明してきたわけだが、それではどうして陸軍にあってある種その流れに逆らった存在である武藤が永久戦犯となり死刑となったのであろうか。武藤明が永久戦犯の平和に対する罪によって公死刑になったのは周知の事実なわけだが、平和に対する罪とはこのように定義されている。重要なのは共同防御という概念である。まあ簡単に言えば、連合国が言うところの侵略、戦争犯罪を日本は共同で計画していて、その合意形成に関与する立場にあった人間は全員アウトということである。まあこれはあくまでも罪を裁くための論拠であって、歴史観としてはナンセンスである。実際は東条内閣のある閣僚が言うように、
共同で戦争を進めたのではなく、陸軍や外交当局が互いにそれぞれ構想を持っていて、バラバラのうちに戦争を選んだということなわけだが、まあ、それは置いておこう。判決において、やや驚くべきことは、東京裁判は、武藤がかなり強硬だった、盧溝橋事件、支那事変の時代は、責任を問わないということだった。上海攻略は武藤がかなり関与したわけだが、判決曰く、彼は、その時は、まだ高等政策の立案に影響を与えようと試みていないらしい。武藤が共同防衛の責任を問われるのは、軍務局長になってからである。判決文は、こう続く。軍務局長の職にあった時、武藤は、侵略戦争の計画から遂行に至る、一切の活動において、首謀者の役割を演じた、と。確かに彼は、新体制運動や、南部仏印進駐といった、アメリカとの戦争をかき立てる活動に、積極的であったわけだが、この判決には、さっき見たような、日米交渉に努める武藤の姿は、反映されていない。それには、わけがあるのである。武藤に言わせれば、内蒙古工作の時に、神経衰弱にかかった田中隆吉が、武藤を撃ったのである。田中隆吉は、連合国の尋問でこう答えている。武藤は、東条の腹心以上の人物で、彼は、東条の頭脳でありました。東条は、実に蓄音機の、レコードのごときもので、武藤が蓄音機を扱ったのでありました。東条内閣のもとにあっては、武藤が、参謀総長よりも有力でありました。参謀本部は、東条または武藤の同意なくしては、戦争に関する、いかなる、重要なる問題をも、決定できませんでした。武藤は、常に合衆国及び、英国に対する戦争を唱えていました。こんな感じである。田中隆吉は、他にも陸軍に関する証言を残しており、確かにそれによって、隠された真実が明るみになったという、歴史的価値はある。しかし、武藤に関しては、さすがに大きく間違えている。この証言によって、武藤が、いわば共同防御に反して、日米交渉に努めたという事実は、東京裁判において消え去った。なぜ、田中隆吉がそんな証言をしたかといえば、一つは、司法取引であり、一つは天皇に責任が及ぶのを避けるためである。どうせ武藤は裁かれるのだから、より罪を重くすることで、天皇の責任は相対的に軽くなるという論理であった。もう一つ、武藤が処刑された大きな要因がある。それは、戦争末期におけるフィリピンでの戦争犯罪に関するものだった。判決文曰く、日本軍は虐殺や拷問といった残虐行為を連続的に行い、その期間において参謀長であった武藤は責任者の一人である、と。武藤は知らなかったと言ったが、それは信じられない、ということらしい。これは一体どういうことだろうか。先ほど軽く言ったように、武藤は終戦から1年を切った1944年10月よりフィリピンの第14方面軍の参謀長に就任していた。そして、武藤の上司である司令官は中国大陸でも上司の関係にあった山下智之である。実は、東京裁判が始まる前、フィリピンにて PCQ 裁判が改定され、山下は指揮下の軍隊で起こった残虐行為を防止する責任を果たさなかったということで、公主刑となった。その時武藤も容疑者として上がっていたのだが、検察は起訴できなかった。しかし、もう一度、東京裁判にて裁かれることになったのである。山下と武藤が、第14方面軍に任命されて1ヶ月も経たない、1944年10月20日。日本はマッカーサーに、レイテ島への上陸を許す。なお、武藤の手記によると、彼が、マニラの司令部に着いたのも、マッカーサーと同日の、10月20日のようである。マニラがある、ルソン島に、アメリカが迫る中、山下司令官は、市街地での戦闘は不可能という理由からマニラの放棄を決定する。しかし、海軍や大本営はマニラの死を主張し、マニラ海軍防衛隊を結成。市街地での戦闘が展開され、ここにおいて残虐行為が頻発するのである。東京裁判では、マニラ海軍防衛隊に発せられた命令書が、命令によって虐殺が行われたことの証拠として採用されているのだが、マニラ海軍防衛隊の司令官は、山下ではなく、海軍の岩渕少将である。そして、その頃には、山下も武藤も、マニラから北へ200キロ離れた、バギオに司令部を移していた。そこにおいて、自存自衛といえば、響きがいいかもしれないが、要するに、補給の望みがない持久戦を戦っていたわけである。
武藤の証人は、日本軍のフィリピンにおける通信は、アメリカと比べ物にならないほど劣っており、重要な命令のみが、かろうじて通信できただけであると証言したのだが、判決に反映されることはなかったようである。また、武藤は、そういった残虐行為を後で知ったとき、日本の軍隊教育に何か欠陥があると語ったという。軍部の改革を訴えた、統制派らしい言葉のように思えるが、その乱れの責任を取って処刑されたのだから、ちょっと皮肉である。ただ、戦後、木戸幸一は、フィリピンは武藤を殺し、中国は、板垣征四郎や松井岩根を殺す、といった感じで、狙い撃ちする意図があったとも証言している。まあ、実際のところよくわからないが、武藤と似た内容で起訴された、畑俊六が、終身刑に留まっているところを見ると、検察の本気度が判決に反映されているのだろう。武藤を撃った、田中隆吉は、1972年まで生き延びた。うつ病に悩まされ、自殺未遂をするなど、司法取引をして残った余生は、なかなか辛いものだったようである。1953年、歴史家の畑育彦氏が、田中のもとへ、ヒアリングに行くと、昼間なのに暗い部屋にこもり、こう言ったという。武藤の亡霊が、時々出てくるんだ、と。終わり。